皆さん、こんにちは。アフタービートギターチャンネルの滝沢勝成でございます。どうも、皆さん、こんにちは。初心者なら、とりあえずこれ弾曲目、初心者は、とりあえずこれ弾けシリーズ4曲目の2本目の動画でございます。ニルバーダのスメルズ・ライク・ティーン・スピリットという曲を練習しておりまして、1本目の動画ではね、それぞれのパーツを練習してみました。で、この2本目の動画では、その1本目で練習したパーツを組み合わせる練習をしていきたいなと思います。ざっと書いてみると、こんな感じ。リフ、リフ、リフ、リフ。で、その次、A。で、ここの A セクション入ると、カート・コバンさんが歌い始めるんですけど、A と弾いて、で、B セクション行くと、ハロー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 って言ってこなんですけど、B セクション。B をひっくり返す。で、サビの C セクション。これなんとですね、びっくりドン。リフなんです。リフを繰り返すんです。で、ここでパターン C が出てきて、元に戻るという感じです。順番にやってみましょう。まずは、リフのパターンですね。リフのパターン4ついきます。で、ちょっと、もし皆さんがそのエフェクターとか使ってらっしゃったら、エフェクターを最初は切りましょう。歪みのエフェクターを。こんな感じ。こんな感じで、2つのリフをエフェクター切った状態で弾きます。で、もしその、ね、アンプの方で歪ませるよとか、ね、エフェクター使ったよという方は、こっちのボリュームの方で、調整をしてみましょう。全開を10として全部絞っているのを0としたならば、2か3ぐらいで弾くと、ちょっとこのクリントンっぽい感じの音が出ますので、これでまずリフを2回弾きます。2個目。で、次は。で、こんな感じです。で、その次、パターン A が来ます。うん。ドカーン、シー、ドゥン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 、デン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 、ドゥン、ドカーン、ウンデデ、ドン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 、デン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 。で、A メロ入ります。ドゥン、オー、パン、パン、パン、ペペ、パパ、パン、ペペ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 、ペ、3回目。パパン。4回目。ドカーン。で、次、パターン B ですね。4回いきます。ドーファー、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 忙しい。まあ、つまりその、ドーファー、ドーファー、ドーファー、4ドファーって言ってましたね。4ドファー。1、ドファー、2、ドファー、3、4、で、次5目、5目、2、3、4、3つ目、4つ目。で、次、リフいきます。1、2、3、4。2個目。3個目、4個目、あ、じゃあ3個目だ。4個目、この辺が5回、5個目、6個目。で、パターンします。パターンします。余裕があれば。で、戻ってパターン A に行きます。ズンズン。で、A メロ。3回目、4回は4回目。で、次は B セクション。3回目。で、リフ。3個目。で、4個目が終わって、次5個目。
ールの繰り返しですね。で、このソロが終わったら、リピートマークでまたこっちに戻ってくるんですけれども、なんとびっくりどん、もうここら辺ね、ずっとお休みです。一応パターン A の進行ではあるんですけれども、もうパターン A 弾かないです。もうこのパターン A 全部お休み。ベースの音とかね、ドラムの音とか入ってるんですけどね、ギターは一切入ってないです。で、レレブーン。ソロが終わったらずっと伸ばしパシ。で、もうこの後ずっとお休みです。で、次に弾き始めるのはこのパターン B のところですね。ちょっと強めに歪ませて。そして、3回目。で、4ビーン。で、次に弾きます。間違えた。で、次3回目。4回目。で、5回目。5回目。で、今、ここの6回目のリフまで弾きましたけれども、ここからね、ちょっと変わります。ここからちょっと変わります。ここ。ここのところですね。こうだとしようかな。こうだ。ちょっとね、違うところに飛びます。こうだ。このこうだの意味は特に気にしないでくださいませ。リフを1、2、3、4、5、6回弾いたならば、その後にさらにリフを4回弾きます。これがそのアウトロのパターンって感じですね。この。なんかこの拒否とか拒絶って叫んでるんですけどね、拒絶拒絶拒否する拒絶っていう感じで最後ずっと叫び続けるんですけども、そんな感じでリフがバーッと続いて最後にこの一番最初の音であるこの音を弾いて終わるという感じです。まあ、構成としては非常にシンプルかと思うんですけども、どうでしょうか。まあね、普通にギターソロとかもあったりとかするんですけどもね、慣れてくればすぐに簡単に弾ける楽しい曲なんじゃないかなと思います。まあ、とにかくその曲がかっこいいって感じですよね。曲がかっこいい。素晴らしく。1本目の動画はね、ちょっといろいろとリフのこと、リズムのこととかでいろいろと話をしてしまいましたけれども、2本目の動画はまあこんな感じです。結構あさり終わってしまいましたね。これがまあ、構成でございました。そうですね。特にこれと言って言うこともない。まあ、曲をよく聴いて、そのね、歪んでいるところと歪んでないところ、曲の中で、ね、聞こえ方が変わると思いますので、エフェクターを切る、もしくはそのボリュームを絞るとかしてですね、調整したりとかして楽しんでいただければなって感じですね。で、合間合間にそのグリッサンドってものが入っているんですけれども、余裕があればそれも入れてみましょうか。どこでもいいんで、低い方を一回ボンと弾きます。で、思いっきりグッと振るとあげます。押さえたまま。思いっきり。で、そのまま下げます。例えば、この。このところ。なんて感じでやると、なんかそれっぽいですよね。こんなこともやりながら、楽しんでいただけると嬉しいなという感じでございます。まあ、普通にとってもかっこいい曲なんで、弾いてて面白いかと思うので、ぜひチャレンジをしてみてくださいませ。で、まあ、この、ニルバーナというバンドなんですけれども、そのね、ギターボーカルっていう、そのカート・コバーン、読み方によってはカート・コベインになるんですけれども、カートさんって方がですね、まあ、その偉いいい声をしてらっしゃるわけですよね。でも、27歳の時にその、ね、ショットガンで脳天ぶち抜いて、自殺をされてしまうんですけれども、なんかこうね、結構その歌詞を見てみるとね、結構そのドロドロしいというか生々しい感じですね。なんかちょっとこの辺も興味深いというか面白いところあったりするんですよ。面白いっていう表現が適切かどうかわからないんですけども。一応このアルバムが入った Never Mind っていうアルバムが一番売れたアルバムなので、もしね、この曲気に入っていただけたら Never Mind 聴いてみるとすごく面白いかと思います。なんかこのね、コード進行がね、すごいなんて言うんだろう。そのね、一応自分はその、一応音楽家なわけじゃないですか。
この観点から見てもね、非常に興味深い行動進行をしてます。なんかすげえ、結構むちゃくちゃっていうか、めちゃくちゃな行動進行なんですけど、でもそれに対して、こう、綺麗なメロディーとかね、そのね、当たり障りないじゃないか、綺麗なメロディーとか、整ったメロディーとかね、全然遜色ないっていうか、なんて言えばいいんだろう。もうすごい、違和感のないメロディーが乗っかったりとかするんで、すごいなんかね、面白いですよ。で、それがこうね、このグランジロックのちょっとこうね、ドロドロしい雰囲気が出たりする原因になったりとか、1位になったりとかしてるわけなんですけれども、よかったらネバーマインド聞いてみてくださいませ。一応人によっては、そのニルバーナ好きの方々にとっては、そのネバーマインドよりもその、インユーテルっていう、また別のアルバムがあるんですけども、そっちの方がいいっていう方の方が多いんですが、まあ自分みたいなね、このエセ、ポップス好きみたいなのは、ネバーマインドの方がね、かっこよく聞こえるかなっていうか、聞きやすいですね。聞きやすい。聞こえるかなっていう感じです。よかったらその辺もチェック出してみると、音楽感がとても広がってくるかと思います。で、このね、カート・コバーンさんは、その、もともとは、その、なんて言うんだろう、その、商業音楽っていうんですかね、その世の中のポップスとかがね、すごい嫌いってわけじゃないですけども、なんかもう、こういう、そういう、この、大衆受けするような音楽じゃなくて、なんか、俺らはもっとこうね、ちっちゃくてミニマムでもいいから、なんかね、その、コアなファンをつけるような、なんか、こういうロックをやりてんだみたいな感じで、こういうグランジロック的な、ジャンル、こういう、なんていうんですかね、その、なんていうんだろう、スタイルを始めるんですけれども、まあ、皮肉なことにね、その、この曲が、ね、一番大ヒットになって、その、ね、ニルバーナ、それまではその、コアなファンとか言ってたんですけど、なんだかんだですごい、めちゃめちゃ聴衆向けのね、いいバンドになっちゃって、なんかすごいもう大人気のバンドになってしまったんですよ。で、その、ね、ある程度のところで、その、カート・コバーンさんがだんだん違和感を感じ始めて、そのね、なんか俺はその、大きい、なんか会場でやりたいわけでもないし、そのね、大多数に対して音楽やりたかったわけではないんだけど、今はもうその大人数の前で、もう毎日毎日ライブやらなきゃいけなくて、つって。で、ある程度のところから、その、ね、ライブが全然楽しくなくなっちゃって、でもそのやっぱステージ上ではその楽しんでる風にしなければいけないし、っていうことですごいこう苦悩があって、まあ結果的にその自殺という形になってしまうんですけども、まあ、そういった意味ではすごいね、ある意味はすごい気難しい方だったのかもしれませんけれども、ある意味ではとても気持ちの優しい方だったりするわけで、なんか普通に嘘ついて、なんだっけかな、なんか遺書とかもね、公開されてるんですよ。言葉忘れちゃった。具体的なズバンと言うことを忘れてしまいました。なんだっけ、まあ単純にその嘘をつき続けて、そのみんなに好かれるよりも、その嘘をつかずにその正直でいて嫌われた方がいいみたいな、なんかそんなことをおっしゃってるんですけれども、なんか普通にその生き様としてね、それもかっこいいなって感じですよね。まあ基本的に僕は基本、自殺否定派なのでね、その辺はちょっとどうなのかなって思ってしまうところもあるんですけれども、でもまあそういうね、そのセンシティブな感性がね、こういうヒット曲とかね、すごい後世に継がれるようないい曲たちをたくさん生んできたわけなので、なんかすごい面白いというか、興味深いというか、そんな感じがします。まあ、もし皆さんもね、ニルバーナのカート・コバーンに興味があったら、いろいろ調べたりしてみてくださいませ。結構ね、本とか読み物とかもたくさん出ているので、そういった意味でも、歴史を知るという意味でもとっても楽しめるかと思います。そんな感じです。では、ちょっと暗い話になりましたけれども、以上でございます。次の動画ではまた邦楽に戻ろうかなと思っておりますので、楽しみにしておいてくださいませ。それでは、うまくできたら次の動画でまたお会いいたしましょう。そして、シャゴールおなじみの最後のお知らせでございます。私、滝沢克典、Twitter をやっております。よかったら皆様フォローしてくださいませ。TAKIJAWA という名前で Twitter やっておりますので、よかったらフォローをよろしくチェケラ。こちらの Twitter の方では動画の更新情報や毎日僕が食べてるご飯とか買い物でどういうのを買ったとか結構どうでもいい情報がたくさん出ておりますので、面白いかどうかって言われると微妙なラインだけども、よかったらフォローしていただけると嬉しいよという感じでございます。それでは違う動画でお会いしましょう。じゃあね。